それでは石巻の町を出発。石巻から松島海岸まで行きます。松島海岸まで510円。それでは石巻を出発。まずは一番乗り場から仙台行きに乗ります。高木町駅に到着しました。ここで乗り換えます。松島海岸駅に到着いたしました。ちょうど駅構内に展望所がありますね。あ、松島の絶景が見えるんですけど、ちょっと見えづらいな。ここ駅の中にもお土産どころがあります。2階はこうやって待合室になっておりますね。ここで充電もできる。外にコインロッカーあるんで荷物預けていこうと思ったら、もう全部使われてる。松島海岸駅、駅出てすぐに乗船券発売所がある。1名1000円。はい、券買った。ちょっと行こう。乗船券1名1000円です。さすが風光明媚な場所だからめっちゃ並んでるわ。結構な渋滞が起こってますね。もうほんとすごい渋滞。車では来たくないな。カキ食いてこけし。松島の中心部付近にやってまいりました。はい、遊覧船で。ここで券も買えるようですね。やばいって、これもうめちゃめちゃ並んでるやん。すでに15分前から乗船開始みたいなんですけど、みんな気が早いな。五大堂とか絶景の橋が見える。船の所要時間は50分。こうやっていろんな島々を見れるようですね。あっちの船もなかなかのにぎわいだ。ようやく進み始めた。乗れるかな。10分前ですけどめっちゃ列できてる。買って2階に行きます。わー、気持ちいい。運よく窓側の席座れた。はい、出港しました。めちゃめちゃいい眺め。あちらは五大堂ですね。右手をご覧ください。
が座ったような奇形な島は湾内名称の仁王島です。外洋の荒波から松島湾をお守りするかのように見えますところから、松島仁王村に例え仁王島と名付けられております。首の浸食が進み、一部補修工事が施されております。があります。じゃあこれから五大堂に行きたいと思います。日本三景の碑がありました。じゃあここから五大堂入っていきましょう。こちらは透かし橋というみたいですね。うわすげえ。
五大堂にやってまいりました。なかなかの大きさですね、五大堂。ここから海が見えますけど、そこまで眺めがいいわけではないかな。次はあの福良島に渡ってみましょう。ここも震災の影響を受けてしまったようです。ここからでも結構いい眺めが楽しめます。遊覧船の券売り場何か所かあるようですね。腹減った。このサントリ茶屋で何か食べようかな。2階に案内してもらった。海が見える。牡蠣フライ3個と牡蠣の天ぷら3個と牡蠣の蒸し焼き2個食べます。美味しそうな蒸し焼きキムチタン。牡蠣の殻開きました。めっちゃいい匂いがする。美味しそうな牡蠣フライと牡蠣の天ぷらやってきました。これはなかなか贅沢な一品。松島の牡蠣めっちゃうまかった。福良島にかかる福良橋、美しい橋です。ここでお金払って入るみたいですね。発見中です。入場料は200円です。すごいな、長っ。見ると長いのがすごいよくわかる。ここからね、他の島々も見えてすごいいい眺めです。福良島に上陸。ちょっと島歩けるところまで歩いてみたいと思います。早速階段が出てきた。めっちゃいい眺めじゃないですか。休憩所が見えてきました。ここの休憩所なかなか人気ですね。休憩所の前は展望スポット。わーすごいいい眺め。島の中にトイレもある。また見晴らしのいい場所にやってきた。ここは弁天堂ですね。なんか大きな切り株がある。ここが弁天堂ですね。うわすごい、めっちゃいい感じの展望スポットだ。こことりあえず東屋目指します。東屋見えてきました。東屋からも素晴らしい眺めが見える。島が連なってる。さらに進んで見晴らし台目指します。見晴らし台が見えてきた。すげえな。うわすごいいい眺め。雨だけどちょっと松の木が邪魔かな。じゃあ最後多目的広場経由で帰ります。多目的広場にやってきました。多
多目的広場からいい感じで海が見えます。ここは花壇のようですけど、すごいなんか折り紙がなんかいろいろ置かれてる。休憩所に戻ってきました。では橋渡って帰ります。ちなみにこの浜からは福良橋がよく見えていい眺め。ここから間近で岩見るとすごいいい眺めです。終了しましたね。松島観光物産館やっていこう。松島観光物産館すごいにぎわいです。柿の匂いめっちゃする。すごいな、本当魚がいっぱい。トリックアートとかいろんな施設がありますね。道の駅伊達政宗歴史館、ちょっと興味あるので行ってみようかな。じゃあここで券買って入ります。大人1名1000円。うわすごいな、知ってる顔これがいろいろ。もう口ひでよ。海にもいろいろと見どころがある。なんかすごいなこの老人形、めちゃめちゃリアル。思っていた以上に楽しい施設でした。松島牡蠣小屋、牡蠣食べ放題だって。ザ・ミュージアム松島寄っていきたいんだけど、ちょっとね時間がなさそうです。松島レトロ館にやってきました。ここどうしても寄りたかったんだよな。早速入ってみよう。サインがすげー。大人1名400円。わすごい、駄菓子売られてる、懐かしい。うわすげえ、めっちゃレトロ。うわすごい、触ってもいいらしい。うわやば、めっちゃレトロ。うわすごい懐かしいポスターがいっぱいや。撮影 OK、 触ってもいいらしい。こんなミッキーのドリンクなんか売られてたんですね、懐かしい。昔のカルピスソーダこんなんなんか。ビニロンってなんか聞いたことある。これあれか、版画を作るやつかな。
この辺は平成コーナーかな。うわ、懐かしいなこれ。ファミコンのカセット、うわ遊んだなこれ。へーボタン懐かしい。トリビアの泉ですね。これはヘキサゴンのやつだったっけ。昔のキムタク。あ、あ、これあった。こんなんあったな。懐かしいな、このキャップ。なんかこんなんも確かにあった気がする。昔のかき氷機。懐かしいな。鉄道好きにもたまらんな、これ。懐かしい。これなんとこれ遊べちゃう。当たった。懐かしい両替機やこれ。これをこう回すといいんだな。当たった。うわやばい、ね、懐かしい。これ懐かしいもんちょっと買っていこうかな。これこれすげえ。お菓子120円分買いました。住宅街の中になんかちょっと荘厳な場所が現れた。すごいなんか洞窟みたいなのある。ここが養徳院のようです。養徳院もう閉まってるんですかね。配管遮絶だって。なぜか配管遮絶。すげえな、この辺り切り通しができてる。随岩寺にやってきましたけど今工事中。どうやらもう閉まってしまってるようですね。こちらが延命地蔵のようです。あー今工事中なんですかね。非常に残念です、見れなくて。この横のところすごいな。円通院に寄っていきたいんですけどやっぱ円通院も閉まっちゃってますね。では瑞元寺の参道を通って帰ります。参道の脇には洞穴遺跡群が広がっているようです。この横にそれぞれ置かれているのは車輪ですかね。すげえ、こっちの道みたいななんか洞穴遺跡みたいなのが見えます。うわすげえな、なんかロマンがある。すごいな、これどうやって作ったんだろう。に四角形になってる。こちらが瑞元寺の三門ですね。まあ何これなんかめっちゃレトロな建物。船乗り場まで戻ってきました。4時過ぎですけど暗くなり始めたんで閑散としてますね。船乗り場、うわ観覧艇ですね。で残念ながらもうなんか終わっちゃってるようだ。なんかの火がありますね。
松島博物館もう閉まっちゃった。こちらがどんぐりコロコロの日ですね。松島海岸にある広場、いい眺めです。なんかすげえもんがある。松島海岸駅に戻ってきた。すげえな、何これ、なんか天然の遺跡みたいなのがある。うわすげえこれ、何何、なんかまるで天然の遺跡みたい。何が入ってたんだろう。さらに進むと松島離宮、ここが松島離宮ですね。最近できた建物でしょうかね、確か。すごい巨大な建物です。入場券買ったらこの先に進めるようです。なんかここから夜景が見れるのかな。いい感じの休憩所がありますね。お島の入り口のところまでやってきました。ここも津波が来て浸水したんですね。じゃあここからお島の方に向かいます。お島入り口って書いてるからここで合ってるようだ。すげえな、なんか横の道から入ったけどめっちゃ雰囲気ある。こんな感じで切り通しが続いております。あ、あったあった、あれがお島へとかかる橋ですね。お島が見えてます。すげえ、なんだここ、なんじゃここ。お島に渡る前のとこ、なんかすげえ石仏がずらっと並んでる。こうやって遠目から見ると圧巻ですね。ではお島に渡りたいと思います。めっちゃいい眺めや。この赤くて綺麗な橋は渡月橋って言うんですかね。上の登る前にこの横の道歩いていきたいと思います。すげえな、雰囲気ありすぎでしょう、ここ。何これ、あ、ここくぐっていくんか。うわ、トンネル抜けるとなんか広場みたいなところに出てきた。うわ、何何これ、すげえ。めっちゃ雰囲気いいね、ここ。海もよく見えます。ここは妙覚庵跡っていうんですかね。建物が何かあったんでしょうか。そしてここからの景色いいですね。あ、何これ、なんか石碑が倒れてんのかな、これちょっと怖いな。ちょっと島の裏側まで進んでみようか。薬師堂跡、そしてここになんかすげえもんがある。将銀庵跡ですかね、ここ。将銀庵跡、なんかすごいぞこれ。なんか石室みたいなのがね作られてますね。ここなんどうやって掘ったんでしょうね、手掘りですかね。すげえな、このなんか絶妙なバランスで保ってる柱、崩れてもなんかおかしくなさそうな。いや、素晴らしいもん見れました。この先進んだらもしかしたら一周できるかも。奥の細道の芭蕉の句碑がありました。ここ上がると稲荷大明神でしょうか。上がったところにありました、稲荷大明神。あ、なんかすごい、こんなところにあるとめっちゃ荘厳な雰囲気を感じます。そして眺めが素晴らしいですね。この上が稲荷大明神でした。さらに進んでみよう。芭蕉の句碑があって、なんか小屋みたいなのが見える。上の方にお堂がありました。ここが座禅堂でしょうか。じゃあさらに南に進んでいきましょう。
多分ここが島の南端ですね。お堂が建ってます。こちらは奥州お島頼方氏というようです。頼方ってどんな人だったんだろう。やっぱ入れないな。そしてここからも眺望が抜群です。ちょっと松の木が邪魔でなかなか見えないけど、島がねたくさんあるのがねよく見えます。でもやっぱり船でクルーズするのが一番良かったですね。横に見える浜が何気に美しい。では渡月橋を渡って帰ります。正面の方から出ると駐車場に出れます。大島、素晴らしい島でした。松島に来たら絶対行っておきたい場所です。暗くなって駐車場ももうすっからかんですね。最後に松島離宮のライトアップ見て帰りたいと思います。上のフロアからは庭園見れないようになってる。じゃあここでハーバーライトの入場券買います。ハーバーライト入場料は1300円。早速焼きガキ売ってるわ。見て、あ、やば、めっちゃ綺麗やんこれ。いやー、この人工の池にライトアップが反射してめっちゃ綺麗や。見たらなんかプロジェクションマッピングやってる。いやー綺麗ですね。うわ綺麗綺麗。ここから上に登れるっぽいぞ。おお、屋上からの眺めめっちゃいいわ。あ、すごいハート型の池や。ハートの池めっちゃおしゃれやん。お、なになにこれ。こちら希望の鐘のようです。ちょっと鳴らしてみましょう。あれか、松島リグっていうんか。一人で虚しくブランコ漕いでます。これカップルでやったら楽しいだろうな。焼きガキ買おうかな。美味しそうな牡蠣いただきます。今日は松島に来て牡蠣三昧ですね。9個目と10個目いただきます。松島リグのライトアップ最高っすね。素晴らしいライトアップでした。では松島海岸駅から帰ります。もう土産物屋も閉まってるわ。次は仙台に向かいます。仙台まで420円。駅構内の展望広場からちょっともう暗くなってよく見えないな。松島海岸を出発します。仙台駅に到着しました。
仙台到着。今日は仙台に泊まって帰ります。やっぱり仙台は人が多いな。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。